安倍総理の発言が話題だね。安倍総理の発言が功。一昨年と昨年は森コケ問題。今年の春は統計問題。今年の秋は桜を見る会に時間を費やした。国会では政策論争以外に審議時間が割かれていることを国民に大変申し訳なく思う。一番大切な政策論争がおろそかになってる今の国会。まさしく異常事態だよ。しかも3年間野党とマスコミの疑惑を追及した結果、何も見つかってないでしょ。3年間だよ、3年間。3年間も無駄にされたんだよ。あんまりだよ。そしてそんな安倍総理の発言に関連したツイートも話題なんだよね。そのツイートがこちら。ドクターナイフ。安倍総理、一昨年と昨年は森コケ問題。今年の春は統計問題。今年の秋は桜を見る会に時間を費やした。国会一日の経費を3億円で計算したら、3年間で約2000億円を安倍総理の疑惑や問題に費やしてるんです。2000億円ですよ。すごい金額です。耳を揃えて返してもらえませんでしょうか。これは多くの日本国民の総意なんじゃないかな。国民が一生懸命働いて納めた税金約2000億円が無駄に消滅。こんな理不尽なことが許されていいの？こんな無駄があっていいの？ゆるパンダはありえないと思う。確かに安倍政権は長期政権になったことで緩んでるのも事実だし、問題があるのも事実。しかし疑惑があるからといって国会でとことん追及するのはもうやめていただけません。疑惑の追及はやってもいいと思うので、やるなら国会とは別の場所でやっていただけませんか。しかも国民の血税を消費しないやり方で、例えば自費もしくは無給でやるとか。そうしないと国民が納めた税金がいくらあっても足りないでしょ。3年間でドブに捨てた2000億ものお金があったら、一体何ができたと思ってるの？社会保障費や被災地復興など、様々な使い方ができたはずだよ。国会でのスキャンダル追及は、もういい加減にしてほしい。そろそろ、これだけ無駄を生むスキャンダル国会追及については、是非を問うべきだと思うよ。これ以上国民が納めた大切な税金を無駄にしないでください。よろしくお願いします。